思ったんですけど、いろんな種類あるじゃないですか。なんか作るオーダーメイドするとき、なんかこういう風に立ててくださいとか、髪の毛つけてくださいとか、オプションでとかなんかつける人いるんですかね。ちょっとそれ聞きたいですね。なんか自分のね好きなのに合わせてやってるんじゃないですかね。なんかファッションって感じがする、おしゃれって感じで。そうですね、はい、ちょっと無茶ぶりながらですね、はい、あの兜をかぶってみたいんですけど、はい、大丈夫です。うちはあの兜の試着体験コーナーなんで、ここは。マジ？はい。あの時代劇の直江兼続と、まあ、当時の本物に近い直江兼続と両方ありますけど、どっちがよろしいですか？じゃあ、よくテレビで 見たことある、こちらに合うような。そうです。はい。じゃあ、これで。じゃあ、チンバウリを羽織っていただきます。サイズありますかね？サイズは一応鎧の上に着るんでまず大丈夫だ。ああ、もし入れなかったら嫌だな。大丈夫。あ、よかった。甲冑を着るの上に大体これは羽織るんですね。はい。なんで大きめなんですよ、ジンバウリっていうのは。ちょっと頭の上が。頭が。よいしょ、これ。うわ、重っ。やっぱり昔の武士たちが被ってる兜はこれぐらいの重さありますね。めちゃめちゃ重いんですよ。これで戦った。じゃああれでしょう、全員肩こりじゃないですか。そうですね、大変だったと思いますよ。僕なんかもあの時代劇とか、あ、時代祭りとかで来ますけど、脱いだ時にやっぱり平和な世の中って素晴らしいなと思います。ここまで行くと、はい、おっ、もう采配を持って出陣じゃ。これやっちゃいますよね、出陣じゃ。あれ合ってる。いや、出陣じゃ。うわ、後ろ集まってる。これは何ですか？これは采配って言って、あの采配を振るっていう言葉がありますけれども、はい、やっぱりみんなに指令を振る大将だけが持てる道具ですね。すげー。なんかですね、見たことあって、これ何かな何かなって言いなで考え悩みながら大人になってきちゃいます。あ、そうですか、うん、まあ日本の人でも知ってる方少ないと思いますね。まあこの愛は有名な直江の愛ですけど、愛禅明王、愛禅明王愛宕権現を宿してると言われてますね。神様が宿ってる。あのちょっと質問なんですけど、はい、いろんなですねデザインあるじゃないですか、はい、やっぱりなんかこういうのにしてほしいんですっていう、なんかオーダーメイドの人とかいたりしますか？でみんなやっぱりそれぞれ全ての鎧が違うんでですね、みんなそれぞれの思いを込めて武士たちは鎧を作ってたんだと思いますね。今ちょっとズキンとくるものが決まりましたね、はい、なるほど。で、直江兼続はまあここで愛を感じてたわけですね。あーですよね、はい、ちょっとね、聞いといてよかったです、はい、うん、っていうか、これお辞儀するときすっごいなんか重いような。そうですね、まあいざとなるとこれをですね外せますんで、はい、外してたんだと思います。はぁ、外された。まあ、本当にいざという時はこういったものは外してたですよね。なんかあった時にね引っかかっちゃったらね。まあ普段はやっぱりこれはシンボルマークですから、まず外すことはないと思いますけど、外してほしくないですね。そうですね。いや今日は本当にね、なんかありがとう。あ、危ない危ない。これもこれ自体も武器になるかもしれないですね。じゃあどうもありがとうございました。 どうもありがとうございます。あ、お辞儀すると痛い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 。彼氏に着させたいですね。あー、すごかった。あー、やばいっすね。あのねですね、ちょっと一つ勉強になったんですけど、みんな知ってました？あの、
蜂を数えるときに、あの1体2体って数間違えて数えちゃう人いるでしょう。正しくはですね、1両2両って数えてるんですって。ちなみに全部で29両甲冑が揃っているんですね。あのいろんな種類で29両が集まることがですね、珍しいことですって。なんか迫力あって、しかも私こう見えても歴史とか大好きな方だったんで、あ、これ知ってるっていうのあるとなんかテンションが上がって、なんかその時代にタイムスリップしたようなって感じで、なんかすごかったです。もういくつも携帯で撮りましたですし、いやーすごかった本当に。ではそろそろ締めますか。ではメラメラ TV 大甲冑展へ見に行こうスペシャルでした。では帰ります。